じじれたいじれたいわたいいはい、眉毛太い像です。ちょっと事情がありまして、そうね、眉毛が太ふ々とふとであの、眉毛太ふと,ふとコンテストにさっき出てたので、今日はこんな眉毛でお届けいたします。はい、また、あのー、波動調整のお客様の えー、いろんなケースがね潜在意識を掘り出したいろんなケースが、えー、もう何人も何人分も溜まっちゃってるので、あのー、今日はまあお一人だけジェシカちゃんのパターンをね紹介したいと思いますあのー、私たちの内臓ってものすごく感情で傷つけられてるんですねでその感情がどういう風に内臓に溜まってるのかっていうのを掘り起こしていかないとまたこの潜在意識で 現実が反映してしまうので、えー、自分のこの気づいていない感覚、この感覚感覚って微妙なバイブレーションありますよ。まあ、何でもバイブレーションありますけど、波動がありますけど、あのそのバイブレーションをやっぱ気づいてあげないと、気づいてない部分の潜在意識が現実に反映してしまうので、えー、それを掘り起こし,ましょう、ま昭和のコーナーなんですよね。で、えー、その波動調整でこのバイブレーションを読み解くと、どういうふうな。 えー、感情がたくさん溜まってるのかっていうのをまた見てきたんですけれども、えー、今回のジェシカちゃんは幼稚園の先生をやってる方でもう日々何かいろんなものにもやもやしてるとでそれは何が原因なのか知りたいっていうので、えー、波動調整に来てもらいましたで、えー、ちょっと順番にまたねご紹介していきたいと思います、えー、今回のジェシカちゃんは、えー、まず心臓をですね心臓このまま 今の環境を放置しておくと心臓でど将来的に動脈硬化が起きるよっていうのはまず出てきました。で、えー、感情の部分を見ると、まずベースとなっているのがファミリー出家族ですね。家族間がベースになっている感情で、えー、そこからどういう、えー、家族間から派生している感情で、えー、今、ちょっと心臓がよろしくない状態なのかっていうと、この3つが出てきました。許せない。 屈辱、わがまま <laughs> でこの3つの言葉を聞いて、えー、ファミリーで誰が思い出しますかって聞いたら、まあ、すぐにお父さんと出てきますね、えー、ここは鹿児島なので鹿児島ってね九州男児がすごく多くてすごく多いですかまあもう九州男児めんどくさいんですよ私は関西なので関西は逆なんですねかかあ殿下の文化なので大体嫁さんが旦那さんの支流 旦那さんを尻に敷いてるっていうパターンがほとんど。で、えー、九州男児が関西にもしいたとしたらすぐ離婚です。私の知り合いもね、何人か、そういう旦那さんが、えー、と強い立場の夫婦は大体離婚してるんです。だから、えー、基本ですよ、夫婦は嫁が旦那を尻に敷いてる方がうまくいくんです。そうなんです。 で、えー、鹿児島はですね、九州男児が多くて、えー、お父さんはどういうお父さんかって言ったら九州男児で、えー、自分で何もしないお父さん、全部お母さんに任せっぱなしだったらしいです。で、それを見てるのがすごく嫌だったらしくて、えー、当然お父さんに許せないお父さんに対しては許せないという感情がずっと子どもの頃からあった。で、えー、父が母に対してわがままなことが 許せないですね、えー、直接自分が受けてることよりもまず,はまずはお父さんがお母さんに対して何でもやあれこれしろあれしろっていうのが許せなかったそうです。これがすごくベースにあったみたいですね。許せない感。で許せないっていう感情がそもそもなんかお父さんとかお母さんにあるとそれがものすごくブロックになってるので物事ってやっぱうまくいかないんですよ。許せない感が一番ブロックなので。 えー、なので、えー、なぜ許せないのかっていうのを、まあ、見に行かないといけないんですけど、まあ、その当時ですね、彼女はじゃあもう、えー、大人になってからすぐにそういう状況を見るのが嫌で家を出たらしいです。一人暮らしをされたらしいです。特にその一人暮らしをしなきゃいけない環境でもなかった、県外に行くとかでもなかったけど、それを見るのが嫌だったから家を出たらしいです。で、えー、じゃあお母さんはどうかっつったら、そのお父さん にわがままを言われるけど、それがまあお母さんにとってはもちろん嫌なんでしょうね。嫌で、父の文句を言うくせに、言うくせに、えー、お父さんには言えないと、えー言えん。そういう状況の母もちょっと許せないて、また許せないが出てきますで、こういうダブル許せないですね、2、えー、許せないが出てきたわけでございます。 で、次、じゃあ、どうかなどうでしょう。お兄ちゃんが出てきましたね。お兄ちゃん、じゃあどうだったんだっつったら、お兄ちゃんはスポーツ万能で、お父さんの自慢だったらしいです。で、常にこの自分とこのお兄さん比べられていて、でも逆に私はどうだったかっつったら、えー、お父さんはお兄さんをものすごく大事に育てたらしいです。で、えー、自分の場合は3歳の時に、 押入れに閉じ込められたりとかあと何かちょっとしたらすぐ外に出されたりというあのことをされていたお兄ちゃんとは全く別の扱いをされていたそうで,よでそこの部分で比べるとお兄ちゃんもねそういう扱いされてたんだったら何とも思わないんでしょうけど全くお兄さんと扱いが違うから私は愛されてないんだっていうのが思い込みで出てきてしまったんです。 これはもう彼女の持ってるちっちゃい頃からの思い込みになります。私は誰からも愛されてないんじゃないかっていう周波数を持つことになっちゃうんですね。ここで。そうなるとどう、今度どうなっていくかですね、えー。今度、向上線を見に行きました。別の臓器に何があるかって言ったら、今度は正義感と恐れ。この2つのワードが出てきたんですね。えー、じゃあ、この2つのワードを見たときに、 何を思い出しますかって言った時に、また今度お母さんが出てきます。お母さんの深掘りですね、これは。で、お母さんに対してはどう思ってたのかって言ったら、お母さんは、えー、と当時病気を持ってて、子宮筋腫の手術をしなきゃいけないとかあったらしくて、で常に疲れてたらしいですで。子供に疲れているっていうのが分かるぐらい、お母さん、なんか大変そうだったですね。で、えー、疲れているがためにか分からないけど、 遊んでもらえないし、えー、ほとんど自分は友達の家に預けられていったそうです。で、これがなんか、まあ、今思えばね、今大人になって思えば、あお母さん病気もしてるし、疲れてたからあ、私と遊んでくれなかったのはしょうがないかなって思いがちなんですけど、ここはもうしょうがないって思っちゃいけないんです。これはインナーチャイルドがかわいそうなので、えー、とちゃんと、それはつらかったよねとか。 あの同情してあげないとかわいそうなので仕方ないっていうのはもう置いときましょう。でじゃあこういう環境になった時お母さんに全然遊んでもらえてないお父さんからも愛されてないっていう,もう思い込みがあるので、えー、彼女の場合ジェシカちゃんの場合はお父さんとお母さんご両親から愛されてないっていうのがずっとあるってことです。で両親に愛されていないっていう感覚があるっていうことはもうね本当に生きづらいんですよね。 えー、その2人に愛されてないってことは誰かから愛されないと私はなんかあの認めてもらえないっていうのが承認欲求が出てくるからいい子ちゃんで言おうとするんですいい子ちゃんで言おうとするのが正義感ですで、えー、正義感を常に振りかざしておかないと自分が潰れてしまうパターンですねでじゃあこうなった時に本当はどうされたかったの お母さんに対して、本当はどういう風にされたかったのかなって聞いてみたら、すぐ出てきました。ハしてもらいたかった。ね、で、他にもっと細かく見ていくと、えー、愛されてないって思った理由が、家族写真を飾ってもらってない。なんかお友達に行くと、家族写真がよく飾られてたそうなんですけれども、うちの家は家族写真飾ってないな。えー、ということは、私のこと嫌なのかな こういうちっちゃなことでもね、子供は傷つくんです。うん、で、えー、別にね飾、飾らないタイプのお母さんかもしれないけど、まあ、飾ってほしかったわけですよ。お母さんがどういうタイプであれ。なんかいいそれで、えー、ちょっと嫌だったのかなと思ったり。あとはよく注意される。なかなか褒めてもらえない。こういうことでもちょっと認めてもらえないから、辛いわけですよね。 で次、お母さんの顔色を伺いに、どんどん私字が汚くなってるわけですちょっと、うん、ドライアイになってきて、カピ,カピです、目が。えー、お母さんの自分でも読みづらいです。顔色を伺いながらものを選ぶですね。えー、よく、まあ、ありがちですね、これね。お母さんに怒られるかなと思いながらこれ欲しいとかいう感じでものを選んでたそうです。でここね。 ここ結構重要ポイントなんです。次、えー。これが大人になってどういうふうに反映していくかっていうと、反映するんです、大人に、えー、今度、目を見てみました。目の、目にはどういう感情が載ってたのかつっ,ったら、2つワードが出てきましたね。お金と恐れ。で、この2つを組み合わせたときに、何をイメージしますかって言ったときに、今、車を買いに買いようか迷ってるってました。 で、えー、その車を買い替えたいけど、お金のことで大丈夫かな買い替えても大丈夫かなってあるし、で、ちょっと親に相談したいなと思っても、反対されるかもしれないから、あのー、もう相談しない方がいいかなとかあの、もうちょっと乗れるんじゃないのとか、きっと言われると思ったんでしょうね。いろいろさ、なんか子供の頃に何を言っても反対されるっていう状態の環境だったら、 やっぱもう先にこういう不安が出てしまうわけですね、えー。まだ相談もしてないにもかかわらず、どうせああいうふうに言われるんだろうとか、あのー、私のことは認めてくれないんだろうってなって、卑屈になっています。だんだん物事に対して。えー、なので、えー、彼女はすぐにこういうふうな気持ちを抱いてしまう。だから生きづらいんですね。で、次はね、一歩って出てきたんです。人間関係でいとこで。 目の部分で、いとこで何かありますかって言ったら、そのいとこたちはみんなあの、ちゃんと家族を今作ってる。で、えー、ジェシカちゃんは今婚活中らしいんですけど、婚活もあんまりしない <laughs> そういう、なんかあれ、なんでしょうね、えーと。特に家族を作りたいと思ってないけど、いとこたちがこういうみんな家族を作ってるので、えー、私も婚活しないといけないっていうような、 焦りが出てきてるんですよ。焦りが生み出されてるんですよね。で、えー、じゃあ今の現状どうなのかって言ったら、また字が、はい、汚くなってきました。読みますか幼稚園の仕事を辞めたい。彼女は幼稚園の先生で、えー、今もう5、6年って言ってましたよね、えー。幼稚園の仕事を辞めたいんだけれども、これまた親に相談きたね。えー、相談したらどうなるかって。 思,思っただけで、まだ相談もしないけど、思っただけですごくストレス。で、実際にでも相談したらしいです。相談したら、まだもうちょっと続けといた方がいいんじゃないのとか、えー、言われたらしい。でも、彼女は仕事が嫌だからもう辞めたいっていう風に相談してるわけですよね。で、それを、あのー、ちょっと否定されると、めちゃくちゃストレスになるわけです。じゃあ、辞めたいけど、親に相談したら、 いやもうちょっと続けなさいって言われた。板挟みになってすごく今しんどい状態だって言ってました。じゃあ次ですね。えー、今度、帰還誌。帰還誌、え帰還誌を見ると、わがままな人から離れなさいっていうふうに出てきたわけです。で、えー、これを聞いてどうですかって言ったら、まあ、今の仕事をですね。やめたいんだけど、金銭面で不安。 でさっきお金の法案が出てきてましたよね、えー。車を買い替えようか迷ってる。でもお金が不安だっていう。で、ここでもまたお金の法案が出てきたんです。今の仕事辞めたいけどお金が不安。だけど、そう、そうこうしてる間に、職場の人が一人辞めることになっちゃった。で、そ,その結果、辞めづらくなるわけですよね。<laughs> よくあるパターンですよね、これ。自分が辞めたいって言うけど、他の人が辞めるって言っちゃったから、辞めるに辞めれなくなるパターンですね。 で、その次に何が起こったかって言ったら、職場の中でわがままな人が残っちゃったらしいんです。もっと最悪なパターンです、これ。残念なパターン。で、じゃあ、そのわがままな人、これは、そういえばお母さんに似てるんですって言ってました。ねえ、こういう風に現実想像されるんですよね。で、えー、お母さんの象徴みたいな人が残っちゃったわけですね。うん で、えー、さらにあの、これなんて書いてあるのあそうそうそう、あのー。わがままな人から離れなさいって出てる。じゃあ、わがままな人から離れたいけれども、自分がわがままが言えない状況。なぜなら、わがままな人がいるから、自分はもちろん言えないですね、わがまま。でなんでじゃあ、こういう現実想動が生まれて想像されてしまったのかって言ったら、 戻れば、これは家族の問題。えー、とお母さんが疲れてるとき、わがままを言えなかったわけだ。わがままを言えなかったっていう感情周波数を持ってるから、職場でわがままが言えない環境が出てきてしまってるっていうことです。なので、このようにしてですね、もう本当にね、これ1時間の間にもうどんだけ感情出るんだっていうぐらい、また彼女 来月来るんですけどあのこんなんじゃね全然まだ出し切れてなかったのでまた来るんですけども来てくれるんですけどあのこうやってでも一個一個ね丁寧に自分が何を本当に思ってるのか、えー、子供の頃ちっちゃい時にその写真を飾ってもらえなかったとかちっちゃいことだけどそこからどういうふうな感情が バイブレーションが引き起こってるのかでそれが内臓をどういう風に傷つけているのかで傷つけているのを放置した結果どういう,うな病気が引き起こされていくのかっていうのがすごく大事なあの眉毛になるわけですよね。<laughs> 眉毛太っ で、えー、なので、こうやってどん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 、まあ、とりあえず、潜在意識にあるものを、潜在意識に上げていくっていうことをすると、あやっと気づいてくれたんだって言って、インナーチャイルド喜ぶので、それを放置しとくとですよ、気づいてほしいって思うから、気づいてもらえるような現実を起こしてくるんです。なので、えー、また似たような環境、似たような、どうせ職場をね、やめて、えっ、ー、と、別の職場行っても、またそういうような、 似たような環境が出てくるそうならないようにちゃんと自分の持ってるもの何が入ってるのかなよかったら出てきてくださいみたいな感じでこうやって出してあげるとね、あのー、すごく分かりやすいでさらにアウトプットすることが大事音に変えて発していくで私はこれ全部で聞き出していくんですよで別に私が 徹子みたいにああ、あなたがランドセルを背負ってて、ああいうふうにしたのは、お母様がこうしたからなんですって、みたいな言い方をしないわけですよね。ただ、ワードを渡して、えー、これに対して何か出てくるものありますかっていうふうな聞き方をしているので、えー、全部アウトプットがその人できるんです。で、音に変えて、あ、自分は本当はこう思ってたんだっていうのを出していくと、書くでもいいですけど、音に出してね、とりあえずアウトプットすると、 あの出てきてくれるので、うん、浄化になります。愛で消滅します。なので、ああ、こういう風にあの時思ってたんだね。ハグしてもらいたかったんだよね。とか、そういう風に、えー、自分にちゃんとまた、これお家に帰ってね、もう一回復習してください。アウトプットしてきてください。紙に書いてどういう感情を持ってたのか書いてください。書いておいてください。とかいうので、えー、こういうのだとたくさん気づいていきます。そして、またこれを見た。 皆さんね、の中でも、あ私もそうだったかもしれないとか、えー、私もなんか親に相談するときに打ってなんか来る、どうせ反対されるかなとか、持ってたなっていうのを気づけばいいんです。か人の相談事で私も気づくことたくさんあるし、えー、なんか人に相談されるときって、お互いがアウトプットするみたいな感じだから。 人の相談聞いてもすごくためになるし、自分の中の気づきに必ず変わるので、えー、相談者がいるっていうことは、である意味、その相談者も自分がクリエイティブしているものなので、もちろん自分の気づきになることがあるんですよね。うん、なので、こういう人の中に何が持っているのかっていうのを聞いていくのも、ものすごく自分の気づきになるので、ぜひまた、えー、次回も見てください。よろしければ、チャンネル登録。 Oh, here, Capitan. Let's go. Let's start. next let <laughs> just stop. Next.